皆さんこんにちは、ヒロゲーです。はい、今回の動画は、まさにタイトルの通り、10年ぶりに、デュエルマスターズのパックを買いました。はい。急になんでパックを開けるようになったのかというと、この動画撮る前に僕はワクチン2回目打ってきました。で、その帰りのコンビニで、たまたまこれが発売してあったので、買いました。今回買ったのは、この20周年超感謝メモリアルパック、究極の章、デュエキングマックス。この時点で、めちゃくちゃ豪華そうですよね。ちなみに僕はデュエマは小学校卒業までやってました。小学校2年から友達からカードもらって、でそこから自分でカードも買うようになって、それで小学校5年ぐらいかな、1回だけ大会に出て優勝できなかったんですけど、まあ3位になったのは覚えてます。で、中学入ってバトスピにハマって、でそこから6年間バトスピやってて、大学に入った時に遊戯王やって、大学3年の時にデュエマ欲がめちゃくちゃすごくなって大学3年生でデュエマにハマりました。パックは買ってないです。最後にデュエマのパック買ったのが大決戦オールスター12買ってから全然買ってないです。まあ一応僕はどっちかって言ったらなんか今出てるなんかスター進化とかディスペクターはある程度わかるんですけど、未だに流怪とかドラグハートウェポンとかそれが全然わかんないです。びっくりしたのがデュエマのパックってこんな高かったっけと思って、普通のパック僕ら世代の時は1パック5枚入りで158円だったんですけど、なんか今のデュエマ1パック170円ぐらいになってて、でさらに言うとこのデュエキングマックスが1パック9枚入りで550円です。高い。今回僕はコンビニで4パック買いましたので4つ一気に開けます。なんか聞いた情報によるとデュエキングマックスカードっていうのがあって、それが1パックに必ず入って1パックに2、3枚ぐらいはベリーレア以上のカードが入ってるみたいなので、1パック550円の割には結構なんかお買い得感あるな。これ全部で何種類入ってるんだろう。唯一書いてるのはデュエキングマックスカード40他多数って書いてあって、全部で何種類なのかも書いてないんですよ。僕の予想だとこれ推定120種類はあるんじゃないかなって思います。ちなみに僕が欲しいのはデュエキングマックスカードのバジュラズソウル。あれ欲しいな。僕小学校の時にバジュラめちゃくちゃ使ってたんで、ちょっと思い入れがあるんですよね。バジュラ欲しいのと、なんか聞いた情報によると、ウィナーズカードっていうのがあって、それがワンカートに1枚しか入ってないんですけど、そのウィナーズカードに潮流バジュラが入ってるので、欲しいのならば、バジュラが欲しい。一応公式サイトでカードリスト全部見たんですけど、もう懐かしすぎて、あーなんかこれよく使ってたなとか、そういうカードすごいあったので、開けるのがすっごい楽しみです。ちょっと話長くなっちゃうので、まあ、この辺にして開けます。では10年ぶりにデュエマのパックを開けます。ちょっとおー、あー懐かしい。爆走にゃんこ燃える号、先駆けまっすぐ召喚してその次のターンに燃える号で鬼丸バックをサーチして、で次のターンで鬼丸バックに進化するっていうのめちゃくちゃやってました。燃える号をトライプサンダップ、んなんだこれ。僕ね侵略者とかそういうの全然わかんないね、そこはごめんなさい。でダスペルカージグリ。なんだこれ、魔道具？魔道具も全然わかんないな。これ、強いのか？まあいいや。ダスベルギャップドゥ。なんだこれ？これも魔道具で、スーパーシールドトリガー。え、なにこれ？あー、なんか強そう。次が、おお懐かしい、サンダーティーガー。ああ、僕ね、ボルグサンダーとサンダーティーガーよく使ってました。そうそう、確かね、今、ボルグサンダーがプレミアム電動化してて、来週ボルグティーガーにできないのがめちゃくちゃ残念なんですよね。で、裏面が、わあ、懐かしいな。狂気67号、アゴクイ。これ強そうだな。よっと。お、なにこれ、リュウソイ・ルギーヌス。あ、バベルギヌス、あの今電動化してるあれのなんかちょっと強いバージョンです。うわ強っ。これからゼキラ出してゼキラ破壊してグールジェネレード4体出すっていうの。おお。で下が地獄のゴッドハンド。うわかっこいい。で次がヨット。ん、ホメホメロ。あー、なんかジョーカーズですね。これちょっと強いのかどうかがわからない。では次はヨット。おお、これがデュエッキングマックスカードなんだ。うわすごっ。うわもうこれ装飾めちゃくちゃ綺麗だな。で出たのがピクシーライフ。デュエキングマックスはベリーレアが必ず2枚入ってて、で1枚がデュエキングマックスカードなんですね。なるほど、わかりました。では2パック目開けます。
あ、そういえば僕デュエマの思い出といえばエピソード1のゴールデンエイジ、あれ累計2箱分は買いました。なんで2箱買ったかというと、鬼丸バクがめちゃくちゃ欲しかったからなんですよね。鬼丸バクが欲しいあまりに2箱分買ってやっと鬼丸バク出たのがめちゃくちゃ懐かしい。バクジュパンのプリ、あーなんかあったな、こういうカード。あ、そういえば僕の友達がねめちゃくちゃロマノフ使ってたのを思い出しました。パンダブーリン、チャラルピア、え、何これ、チャラルピアって2コストでドラゴンの召喚少なくするの、これ強な。で次がヨット、ん、何これ、あー、そういえば D2 フィールドっていうのなんかありましたね。ただこれも全然わからないD の工事、ムルムル森神宮、あー、ムルムル懐かしいな。友達がムルムルとパラオレス出して、そこから無限の精霊リーザや無敵のシルバーグローリーのブロッカーデッキよく使ってたなバトスピで例えるならネクサスですかね。で遊戯王ならフィールド魔法、そんなもんかな。で次がヨット、おー、わ、全懐かしいな。この前ブックオフ行った時に善と悪がめちゃめちゃストレージに落ちてたのを覚えてます。善が出て当次元ジェニーホール、おー強そう。で次がヨット、おー悪ってことはさっき善出たんで善悪の完成ですね。うわ、懐かしい。で、真ん中に、創造神サガがいるんですよね。これ確かね、真ん中に、新人類ヨミっていうカードや、出雲っていうカードがあるんで、それを真ん中につけて、トリプルゴッドリンクっていうのはありましたね。で、アークで、次はヨット。おお、何これ、ギャラクシーブランド。わぁ、全然わかんないな。じゃあ次はヨット。うわ、何これ、あ、俺がオーラ、俺がオーラも全然わかんないんだけど、これ強いのか。全然わからない。ってことは次は、デュエキングマックスカードだ。いきます。せーの、ヨット。おお、解体人形ジェニー、うわー、ジェニーもよく使ってたな。では3パック目開けます。ちなみに僕エピソード1のガイアルカイザーがあまりにも欲しくて、あれも1箱か2箱分買った覚えがありますね。ただね、あれガローズセブカイザーしか出なかったんでめっちゃ悔しかったな。あれは今となってはいい思い出だなブルトアーム、で次が新実感エンペラーマルコ、あ、ネオ進化クリーチャーね。これ結構うまいことつなげればめちゃくちゃ強いやつだな。あ、エンペラーマルコも懐かしいな。次がザ・オー・オヤブン・キリュウインジン、おお、あ、そういえばキリュウインジンもよく使ってたな。で次が魔王後期デバウラ博、うおー懐かしい。デバウラ博めっちゃ強いので、これ今のデュエマでも普通に使えるよね。で次はと異世界プログラム、これ確か転生プログラムやひらめきプログラムだっけ、あれありましたよね。あれのちょっと調整した版なのかな。じゃあ次はヨット、ビートジョッキー、うーん、ここも全然わかんない。で次はヨット、お、何これ、ネオクリーチャーで、何これ、マフィギャング、ファンキーナイト、うわ全然わからない。ベリーレア、へえ。じゃあ次はヨット、おお、え、なんかっこいい、ボルシャックサイバー X、 あー、これ革命チェンジも全然わかんないですよね。で次がヨット、お、これは D2 フィールドの、D の爆砕サイバーダイスベガス。D2 も全然わかんないんだよね。では最後4つ目開けます。よっと、激アツプリンセスプリン。あ、フォアのプリンプリンっていうカードありましたね。なんかあれを思い出します。次は、シナプスキューブ。あー、なんかこれあったな、シナプスキューブってカード。で、次が、超次元ガローゾール。うわ、懐かしいな。これもよく使ってたな。で、次は、追憶人形、ラビリピット。自分の単純にコスト8以上のクリーチャーを出したとき、またはコスト8以上の呪文となったとき、相手は手札を全部捨てる。うわ、強。今のデュエマってこういう凶悪カード入ってるんだ。すげえ。で、次が、邪竜秘伝ドラゴンボーン。あ、なんかこれもありましたね。次が、究極竜神メタル。うわ、懐かしい。ヘビーデスメタルですね。次が、おお、必勝の頂きカイザーバキ。うわ、これね、僕がデュエルマスターズ復帰した時に買ったデッキに入ってたんですよね。で、次が、おお、うわ、かっこいい、アポロヌスドラゲリオン。うわ、懐かしいな。あ、そうそう、アポロヌスドラゲリオンの進化って結構厳しいんですよね。確かドラゴン3体重ねてやっと召喚できるという、めちゃくちゃめんどくさいんですけど能力強いんですよね。最後いきます、せーのヨット。うわ、なんだこれ、ジョ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 ーカーズ、すごいな。はい、ということで10年ぶりにデュエマのパックを開けました。僕も10年ぶりにデュエマのパックを開けたんですけど、このデュエキングマックスはめちゃくちゃ良かったです。特にこのデュエキングマックスカードがめちゃくちゃ良かったです。で、あとは今回出たカードの中でこの2種類がお気に入りです。ちなみにデュエキングマックスはまた数パック買おうと思います。はい、以上ひらげでした。ありがとうございました。